げえ回転やつに回っとるやん。そう。いかが？いいね。うまい。もう絡んでる。そんなラソースを一気にもう焼いてしまいますか。待って。いや、全部なくしてる。いや、もう行こう。行く？行く。すげえな。よし、いいよ。おお。はい、どうぞ。おお。うわ、すぐ柔らかい。めっちゃうめえ、めっちゃうめえ。一口目入れたら分かる分かる、これめっちゃうめえ。ぶっちゃけさ、この1200円のお皿、うん、取った時にさ、あー1200円か、高えなみたいなことを思って、で、その後に1600円くらいお皿があって、誰が頼むんだって思ったけど、今頼みたい。頼みたい。もっとうめえのかな。大ボス行くのじゃん。マジで1600円か、つまり800円。ラスボスだぞお前。もうこれ以上もう腹入らんぞ俺。ワンチャンあの1枚1200円引かせるから。ああ豚だな。1枚800円、1枚800円が焼かれてしまう。本当にこんな800円もすんのかな。ゆっくり焼かんとかやろ、こういうのは。次こう言って彼と言わんもん。油絵で火の通りは早いって言うけどね。よしみたいな、ついとる。うん、おお。もう片面焼き終わってしまいましたよ。火が強いもんね、中まで入らへん。塩コショウかな。え、俺また高いんだな。そう、もういい感じかな。もういい感じだぞ。食べる？いきますか。どうぞ。俺はなんか知らん、もうちょっとやっけ。ほう。じゃあ焼いてる間に岩塩だけかけて。はい、よし。ではここは今度は塩コショウで食べてみます。はい、塩コショウで。まだ生っぽいな、うん、これ食べます。はい。うまい。すごいな、マジで。本当うまい。ガインちゃんといただきます。あ、落ちた油が。どう？柔らかいし、油、うめえし。みんな入ってくるんだね、結構。これ近所にあったら俺食べに行くもん、一つに一回。肉かもしれないの、我慢して。肉ちょっとかじってご飯いっぱい食べようってなるもん。そう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 、増えるんだよな、逆に。うまいわ。この前食べてるよりなんかうまく感じるんだけど。この間のコース料理でこんな美味しいの出ないなあ。うめえな。サラサラ入ってくもんな。なんか肉の食べ方ってか、なんていうの、喉の通り方じゃないって思う。たまねえもんな。そう、うん、食べた気しかしねえんだけど。飲み物うまいよ。あのカレーは飲み物じゃないけど、マジで飲み物みたいにスラスラ、なんていうの、飲みやすくいけるから。素潜りは飲み物だ。飲み物だね。うまっ。すげえ満足これも。1枚1200円どうされます？半分ぐらいしますか？半分ってか、一切れだけでも俺食べてみたいなって思う。あ、でも込みねえよ。絶対もう1万円超えとる気がするわ。ご飯の塩1つ。
ここになると絶対無理だぞ。飽きた。取ってからにしなさい。まずトランで1枚にする。千二百。あ、これか。よいしょ。違う、2枚に見えてた、さっきまで。あれ、なくなっとるやんってなと思って。1枚千二百円か。たけえ。いかつやな。そうか、でも回転休みで夜しかやってないのかな。みたいだな。うわ、火力が凶悪なことになっちゃった。油すげえもん。生、まだ生。油すげえもん。何を自分の分ちゃっかりもらおうとしたね。何切り分けてんねん。はい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 。腹に入らんとか言うとったくせに。こんだけなら入るかなと思ってさ。もういいよ。もう OK かな、こっちに。はい、どうぞ。わーい。じゃあ、切れ端をいただきます。全然違う、さっきのと。嘘、さっきのと、うん、あのね、うん、肉って感じ。順番3回転。どういうことだ、どういうことだ。油も甘いんだけど、うん、赤身の主張がすごい。へえ。いや、うまい。さっきのもうまいなと思う。これはね、油っこさ感じやんかね。ああ、本物の一級品ってことか。赤身がすごい主張してくれるの。いや、嘘やとも食べてみ。噛むとわかるわ。なんか嘘やとまで思わんけどさ。塩、軽く振ってください。重いな、重いな。塩分肩やで。いや、あのね、さっきのと本当全然違う感じする。よく噛んでみる。ご飯食ったらあかん。食ったらあかん。肉をちょっと楽しんでみる。違うだろう、 肉って感じしない。あ、でも確かに、なんていうの、うん、わかるわかる。油もうまいんだけど、赤身がちゃんと主張してくれ。すげえ。ちゃんとなんていうの、肉っていうのが口の中に残ってくれるわ。さっきのやつ全部溶けちゃったよ、肉、赤身と一緒に、うん、なんかスルーと飲み物みたいにいけたけど、うん、今回はなんかちゃんとお肉が口の中に残って。そう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 。ああ、うまいね、これ米頼んだけどさ、米食ってる場合じゃなくなるんだよ。肉だけで味わってたいっていうさ、衝動が強すぎる、これだろう。さっきのご飯と一緒に食べるのは美味しいんだけど、うん、それもそれだけ食べたらもったいない気がする。そう、米いらんいらんっていうさ、そうそうそう、口がさ、米を追い出してくるのよ。これが本物の焼肉なんやなっていうのが分かる。なんかあー、これが焼肉か。今までの焼肉何やったんやって思うな。あれはめー、ただのめー、5個だよ、5個。うまいな。なんか2回目だからさ、正直そんな満足感なんていうの、そうそうそう、超えてかないだろうぐらいなさ、思っとったけど、ダメだな、期待超えたな。2枚1200円と1枚1200円、あれ、これ超えすぎたわ。あれ、取るんかな。えのきベーコン、キノコ食ってる場合じゃねえんだよ、こっちは。マカドーシュ系に来ただけやでな。いやどうしような、うますぎてまだまだ食べれるっていう欲求もあるんだよ。マジで。まだ食える俺。ただお財布が死んじゃう。だよな。
かな、なんかこのまだ食べるっていう分は来年に残しとこう、ストレスを。あ、来た来た。あ、高級プリン気になってんねんな。俺もないんで。よし、食べてみるか。1個400円。400円。あげます。いただきます。こんな感じ。プルプルや、プルプルや。マジでマジで。美味しい。なんかね、しっかりしてるんだけど、ダメなんか。あの、この間行った卵1個1000円ぐらいのあれか、あれのとはまた違う。違う、丁寧に作ってる。だろう。なるほどな。あ、甘さの味強いな。あ、丁寧、あ、丁寧に作られてるか。丁寧に作られてるか。口に作れてるっていう、うん、丁寧に作られてる以外の褒め言葉がわからん、これ。そうそうそう。丁寧に作られてる、うん、なんか、味の配分がどれ一つ間違ってないんだよ、そうそうそう、本当に。綺麗に。まあ、400円、まあ、値段的にはいいんじゃない？うん、400円出して食べる価値あるよって言えるもん、うん、でもなんかさ、あの、最初500いくらのやつから攻めててさ、だんだんにお値段上げてたけど、どれもなんていうの、美味しい美味しい美味しいってさ、ちゃんと。で、最後これ、うめっ、うまそうな、やべっていう感じだ。そう、やっぱ違うんだな、肉の値段っていうか、あれで。いつか A5 ランクを値段見ずに食べたいわ、本当に。それで1つ1万2000円のやって2人で食え。じゃあ両方の金額を合わせていただいたものと合計金額から取りますか。どれ見せて、見せてよ。あれ、こんなもんか。ちょ、何、ちょ、気になるやねんか、お前。ちょ、見せて。これだけ食べて、このぐらいの値段です。まあ、まあ、強いて言えば、変な話、肉安いけど、ご飯の重り280円。いいやん、別に。あ、280円か、確かに高いな。280円だぞ。いいやんって言ったけど、よくよく考えてみたら高いわ。これ君にあげる。ご飯の代280円だぞ。マジで笑える、俺。すげえうまかったね、いいじゃん。いや、久しぶりに満足満足。一本で満足満足。ごっ、ごっち。ごっち。これただ飯か、いいな。うん、俺これのバイトだったらいつでも来るわ。いや、本当皆さん、本当満足でしたよ。美味しかったっす。はい。もうね、これ買いなさいよ。超美味しい。一生瓶。何店？何店だっけ？宮町店。宮町店。本店はね、ここから500メートルぐらい、1キロもなく500メートル以内に本店もあります。本店はね、ちょっとお高くても美味しいという噂です。ここはまあファミリーが来るって感覚、ファミレスかな。高っけー。高っけーファミレスかな。うん。以上です。また。たっけーファミレスだよな、逆に言うとな。9000円ってさ。